ちらが会場になります。これから始まりますので頑張ります。はい、あ、ヒューバーナイトナウ事務局長の伊藤と申します。本日は議員の先生方どうもお忙しいところありがとうございます。また本日お忙しいにもかかわらずメディアの方々そして一般の方々来ていただきまして本当にありがとうございます。でここからですねこちらくるみアロマさんにですね、来ていただきました。でなかなか先ほど藤原さんからもお話がありました通り、被害者の方が、顔を出してですね発言するっていうのはすごく勇気がいることなんですけれども、ほとんど唯一ですね顔を出して頑張っていただいて、本当に被害をいただいていただいて、おりますので、ぜひ今日も来ていただいて私たち本当に感謝をしております。でここでくるみさんにちょっと質問しながらこれまでの被害についてお話を伺っていくことにしたいと思います。よろしくお願いします。ではくるみさんですね、まず簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私は YouTuber でくるみアロマという名前で、やっております。毎日動画を投稿しているんですけれど主に、健康に関することだったり美容に関することだったり、最近の日本のニュースだったり YouTuber の間でのニュースだったりあと海外の人をの観光を案内する話だったりとかこういろんなこう分野にわたっての、動画を投稿してます。こう皆さんの、癒しというかセロトニンを増やせるような動画ができたらいいなということで毎日動画を投稿させていただいております。本日は過去に自分があったことについてちょっとお話を聞いていただきたいなと思っていてたくさんの人に、すごい恥ずかしい話ではあるんですけど知っていただいて、こういう被害を本当に減らしていきたいというふうに思っているので今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。でまず AV 出演教育被害についてくるみさんが、これを、カミングアウトされたのが昨年のことだと思うんですけれども、はい、それからこの、自分にか対して起きたことについて、ね、お話しいただいていると思うんですが、なぜカミングアウトされて、はい、そして広く社会に訴えていこうというふうに思われたんでしょうか。はい、最初は自分が被害に遭った後というか、その事務所を辞めた時っていうのはやっぱりすごい自分も塞ぎ込んでいて本当にもう忘れたい過去としてもうあったことだったので自分の Facebook とかに、こういうことがあって事務所ももらうものももらっていませんが辞めさせていただきますっていうふうに書いた時にもう結構いろんなメディアの方から、その Facebook を見つけていただいてお話をいただいたんですけど取材させてくださいっていうでも自分の中でまだ整理もついてないし忘れたい過去だったのでもうずっとこのことは言いたくないと思ってたんですよその時はだからもうちょっとすいませんそういう取材は受けないんでっていうことも言ってたんですけどちょっと時間が経って自分の、気持ちの整理もついた頃にまたある YouTuber のイベントがあってそのイベントにある記者さんが来ていただいてて今こういう被害が増えてるんですっていうのを教えていただいた時にやっぱり自分もこういう何て言うんだろう自分じゃないと伝えられないんじゃないかっていう気持ちもしたのでその頃に私はこういうことについて取材を受けていこうというふうに、決めました。ありがとうございます。まず、スカウトをされて、はい、それから、プロダクションと契約をしたわけですよね。そして、それが最初歌手になりたいという話だったんですが話が、ヌード写真みたいな方向に、なってしまったという経緯があるというふうにお聞きしています。でその経緯についてちょっとお話しいただいてもよろしいですか。はい、まずある場所というか新宿を歩いてた時に、スカウトをされてその時はグラビアできる方を探しているんですけどっていうふうに言われてでその時自分がグラビアをやりたいわけではなかったんですけど高校の時3年間音楽をやっていたっていうのもあって、もし音楽デビューできるならばっていうのもあったんですね。すごいうっすらこっちの方にちょっと思ったぐらいだったんですけど、でも音楽できるならばっていうことを言ったらすごいなんかもう親身になってもうその話聞かせてっていうように言われてその人っていうのは前にも1回会ったことあってスカウトされててその時は会ってるんですけど同じ方にまた会ったっていうのもあったし
なんかその人も結構名刺がちゃんとしてたっていう風な、まあ、自分の経歴もことも話してたり名刺もちゃんとしてたし、それこの人はもうすごい人なんじゃないかっていう風なこうオーラをちょっと見せつけてきてたっていうのもあるので、まあ、お話を喫茶店で伺うことにして、でそれから1週間後ぐらい経って事務所に案内されました。でその時にまたスカウトとは違う社長さんが出てきて、でその人に早速じゃあ面接に行こうって言われて、でまた1週間ぐらい経ってからまた面接に行くことになりました。でその時はあのもちろんヌードをやるっていうことも全然言われてなかったんですけど、まあ、実際その面接をしている間に、まあ、その面接官の人にこう、この子はヌードもできますみたいなことを言ってきて言われて、で私はまあヌードをやると思ってなかったんで、もう内心えって思ってたんですけど、もうなんかその時の空気とか、あとまあやる前にももう絶対ノーっていうことはないようにしてって言われてたっていうのもあるので、まあ、ここはイエスと言わなきゃいけないんだろうなと思ってはいっていうふうに答えちゃったんですね。でそれで、まあ、ヌードになるっていうふうな話になってってしまったんですけど、もうその日は本当にその日というかその間はもう自分がどうしたらいいんだろうっていう気持ちでなんか毎日泣いてました。なんか、うん、そのもどかしい気持ちというか自分の中でもなんかそんなことをするつもりでは全く、グラビアでもちょっと自分の中ではまあないなと思ってたのに、まあ、さらにヌードっていう風にまで行っちゃったんでちょっと戸惑いが毎日ありました。はい、それをことヌード嫌だったのに最終的には撮影になっちゃったんですか。はい、それはあの断れなかったのはどういうことだったんでしょうか。そうですね、ヌードの時っていうのはもうサイパンに行ったんですけど、もうサイパンって、まあ、やっぱりそのヌードっていうこととさらにそのイメージビデオもそのフライデーでデビューしたのと同時にイメージビデオも撮ったんですけど、まあ、やっぱりもう逃げられないというか、あのえこんなこともするんですかっていうようなことまで、まあ、言われちゃったりとか、でやっぱりその説得の仕方もものすごいやっぱりすごいというか、まあ、一回ヌードになっちゃったんだったらもうどんどん脱いでいかなきゃかっこ悪いよみたいな感じだったり、脱ぎ損って言葉知ってるみたいな、もう一回ヌードになってもうこれ以上脱がないのもったいないよとか、もうどん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 過激なことを要求されたっていうのはもう事実で、まあ、そういう感じで断れないという方向にもうなんか仕向けられていったというかっていうのがそういう理由です。断れなかった。ミルキあのクルミさんにあの皆さんのお手元にもあのヒューマンライツナウのニュースレターであのクルミさん のですね、インタビューの記事が載っているんですけれども、あの夢、を利用されたというような話があったと思うんですけれども、はい、その理由夢を利用されたというそうですね、やっぱりそのステップになると思ったんですよね。あのやっぱり自分が音楽をやりたいと思ってたので、そのじゃあこれをやってくれたら音楽デビューしようねとか、こういう番組出ようねとか、あと私が好きなアーティストさんがいたんですけど、まあ、その人に合わせるよとか、その人の子供と自分の子供が友達だから、じゃあ今度みんなでバーベキュー行こうみたいな話とか、もう流暢に出てくるんですよ話が。でまあその人に相談すれば絶対なんか夢は叶うんじゃないかっていう気持ちになってしまって、もう本当にそのヌードを乗り越えればそれができるというふうに思っていたっていうのがあって、まあ、その夢を利用されたっていうのはやっぱステップになると思う、ステップになるよっていうことでもういいことばっかり言われてやらされてしまったっていうのがちょっとずるいなというふうに思いました。ありがとうございます。その後、ムードになった後に、AV 出演を、説得をされて最終的には AV 出演させられてしまったと
いうことがあったと思うんですけれども、はい、その時の経過についてお話しいただけますでしょうか。はい、そのサイパンでその撮影があった最後の日ぐらいにも、やっぱりそのさっき言ったように脱ぎ損って言葉知ってるみたいな感じで、もうヌードでだけで一回脱いじゃったんだから、もうそれで終わるのもったいないよみたいな話をされたりとかしてて、で、普通の番組というかちょっとしたニコニコ動画とかちょっとした番組みたいなの出たんですけど、本当に何だろう、アダルトセクシータレント扱いというか、普通の会話がさせてもらえなくて、そういう人っていう感じでのくくりでのこうバラエティ番組だったりとか、自分のやりたいこととは全然違うなって思ってて、で、違う仕事はないんですかっていうことを言ったら、もう毎回毎回その AV の話を出されて、で、そのとにかく説得の期間はとにかく長くて、毎回断ってたんですけど、その説得の仕方も結構すごいもうプロだなって思ったんですけど、例えば AV 女優はここのレベルで、グラビアアイドルはここのレベルだよって、で、もう AV 女優とはその芸能界で一番すごいんだよとか、で、あなたなんでやりたくないのって言われて、で、職業差別してるんでしょみたいな、じゃあゴミ屋さんは汚いの、それと一緒だよねみたいなことを言われたり、本当にすごい、もう時代は変わったから今 AV 女優がもう一番上っていうか、もう AV 出てその後歌ったりとか踊ったりするのが今主流で、今後もこういう時代になっていくよみたいなことを言われたっていうのが、とにかくそのすごい説得長くて、でやっぱり自分の中でも、もう一人の自分がいて、やっぱり冷静に考えてその脱いだりとか絡みがあったりする後に、なんか普通に女優さんになってる人もいるかもしれないけど、普通はそんなうまくいくものでもないし、でも時代は変わったんだっていうのを毎回毎回洗脳されて言われて、でなんかその時間だけは本当にそうなのかなって思っちゃう瞬間は何回もあったし、でも、それでも私は結構断ってたんですけど、半年以上ぐらいにわたって、でも毎回それを言われると泣いてしまうんですけど、そんなの違うと思いながらも、でも大丈夫大丈夫って言われてしまうんで、もうどうしようもないっていう感じで泣いてると、もう後から後ろからどんどん人数が増えて、多い時はもう十何人ぐらいで説得に入って、もうそれをとにかくなんかみんなから、そんな泣かないでよみたいな、大丈夫だよ大丈夫だよってみんなにこう言われて、本当にもうやるしかないっていう状況にはなってしまいました。結構怖いなと思ったっていうのもあるんですけど、で、そのもう半年以上にわたる説得が終わって、私がやるっていうことを決めたら、もうそこ事務所が動いて、それまでは何にも動かなかったんですけど、もうその途端動いて、じゃあ次の日面接行こうみたいな感じで、で、その面接の時にも、NG 項目とかっていうのを書かされたんですけど、その私はできないっていう方に丸したのも結構あったんですけど、実際その撮影が始まると、そういうのも無視されてて、なんでこれもできないのとか、なんかやる気あるみたいな、あなた不平不満ばっかりだねみたいな感じだったり、それはその事務所の人に言われたんですけど、メーカーさんに迷惑かけないでって、うち他の女の子が使ってもらえなくなるでしょうとか、とにかく結構怒られてばっかりいました。なんでなんかその実際その AV の時は、何かあったらすぐ言ってとか、できないことはすぐ言ってって、何でも言ってくれて大丈夫だからって言われてたのに、実際そのできないっていうことになると不平不満ばっかりとか、もうそういうとにかく怒られてしまうので、もう結構恐怖というか、最後の方はもう責任感で出ることになってしまって、でもう辛い、とにかく辛い気持ちで泣きながら帰った覚えがあります。